とりあえず福島旅行2日目ということで、今ね僕たちがいるところが会津若松に来てます。はい、会津若松です。で今日はここでいろいろと散策しようかなと思います。でさっきね、はい、1日乗車券のバスのフリー乗車券を買ったので、まあ、これを使っていろいろとね回っていこうかなと思います。とりあえずじゃああれかな、ね、赤べこさんとハイカラさん、赤べこさんじゃねえ、なんだっけ、赤兵衛とハイカラさんの2台のバスを駆使して、あの4番の乗り場つってたよ。何分に行くんだろう、時刻表、それ10分ぐらいに来るかも。10分ぐらい、8時20分。あ、じゃああと2、3分だ。はい、こっちだね、ハイカラさんだね。ハイカラさんか。とりあえずじゃああれだね、鶴ヶ城に行こうか。うん、ね、ちなみにこの1日乗車券はね、大人600円ですね、うん、はい、めちゃくちゃお得だと思うので散策するときはその方がいいよね。そうだね、多分車で回ってるとさ、うん、駐車場ですごい取られちゃうから。そうだね、いちいち、うんうん、とりあえず駅地下に駐車場車止めて、うん、そこからバスで、うんうん、いろいろと1日乗車券でね回ると一番いいのかもしれない。そうだね。おお、これか。はいはい、じゃあどうぞ。おはようございます。またお聞かせをしてください。はい、お聞かせください。よいしょ。次は町方伝承館前でございます。とりあえず鶴ヶ城入り口か、うん、で降りたので、ここからどうやって行くんだ。ここまっすぐ。あ、これ渡るのか。そうそう、そっか。いや、めちゃくちゃ石垣発見だよ。つうか一つのブロックがでかすぎない？すごいね。お、見て、ほら、おお。あー、すげえ。やっぱこれ桜とは本当にいいと思う。確かに。おお、あ、こっちはすごいね。やっぱり鶴ヶ城もさ、なんだっけ、あれだよね、会津戦争でもう言わずもがな有名だけど、1ヶ月ぐらい籠城戦をしてたみたいだね。うん、結構砲弾も撃ち込まれたけどね。え、すごいよね。だから、うん、ね、大河ドラマのさ、八重の桜を思い出すよね。うん、これね、天ぷらまんじゅう、まあ、あんこと天ぷらで、しかもこれ、醤油かかってんの、うん、なんかすごい形してる、ね、すごいよね。これも名物みたい、うんうん、ちょっといただきます。うん、サクサクで、うん、普通にあんこ、うん、まんじゅうと天ぷらって変わってるよね。うん、うん、美味しい、うん、初めて食べる、うんうん、こんなクソあっちいなんか天ぷらまんじゅうっていうのもあれだけど、会津来た時はこれ食べてみてください。美味しいわこれ。うん、あとね、はい、ご当地のかっこよくない、会津のコカ・コーラ、うん、結構でもまあ見るか。そうだね、なんか結構いろんなところにいろんなところにあるよね。るでもかわいいよ、赤べこ。うん、あと鶴ヶ城もあるし、あ、起き上がり久保島。あ、ほんとだ、やば、超いいじゃんこれ。買っちゃったよ、ちょっと割高だけど、いただきます。でもコーラはコーラ、コーラはコーラ、味は変わらない。見て、かわいい、超かわいくね。会津若松城か鶴ヶ城なんだよね。あ、そっか、あ、名称、そう、名称がね、結構ね、いろいろあるみたいで、赤べこ超よくない、うん、超かわいいんだけど。でもこっちのさ、模様もいいよね。あ、この歴代のね、自分的にこっちかな。かっ
地元の通称名はこちらになります。通称名な、はい、国の登録名はこちらになります。あ、そうなんですか。鶴ヶ城ってやっぱりさ、松平のイメージが強いけどさ、まあ一番最新だからってのもある。そうだよね、でも、伊達家がいる、とか、つか初めて見たもん、あの家紋。そう、竹にスズメは有名で。あ、そうなんだ、すごいね。いやでも本当に鶴ヶ城は本当に季節、四季全部楽しめるけど、やっぱ多分春が、そうだよね、やっぱ桜とお城っていいもんね、うん、そうだね。まあいつ来てもいいんだけど、夏の。そうだね、いいし。とりあえず飯盛山に来ました。うわぁ、懐かしいね。懐かしい、まあ、悲劇なところですよね。あ、でもお土産屋さんとかあったっけ。こんな、まあ、あったあった。あんまり覚えてねえんだよな。あったよ。そっか、飯盛山はさ、階段とエスカレーターんだよね。エスカレーターで今日エスカレーターで行こう。さすがに階段ちょっと寒い時は上がってくんだけど、うん、大人二人でお願いします。はい、ありがとうございます。はい、はい、ちょうどいただきます。こちら入り口の黒い切符に入れて、はい、坂急ですので足元お気をつけください。はい、わかりました。いらっしゃいませ。ここにね、はい、切符入れ行きます。はい、はい、すごいね、なんか階段の空港みたいな。ちょっと薬庫隊は、まあ、あくまで若い人たちのグループ、うん、そうだね、16歳、17歳元部隊とかもいろいろある。ああ、元部、朱雀、青龍とかね。そう、うん、それは結構年上の人とか。そうだよね、白虎が一番幼いんだよね、うん、16歳、まあ、17歳。若くして亡くなったから、まあ悲劇というかね。そうだね、まあそんな感じで、うん、14歳から17歳とかさ、うん、学生だよ、だって高校生でもないよ。なんかやっぱり松平かたもり校は、その14歳から17歳の子を出すこと、戦争に出すことに対して躊躇してたみたいな。そうだよね。でも、もうこれ以上どうしようもないからって、5歳を出した。なるほどね。で、見えるここから鶴ヶ城。今はね、また向こうか。すごい眺めだね。でもまあ当時はね、何も多分なかったんだろうけど、だからよく見えたんだろうね、鶴ヶ城に。まあね、周り燃えてたら関係ない。周り燃えてたらそれは終わったってなるわな。ちょっとわかんないね、パッと見。パッと見わかんないな。赤べこかわいいね、やっぱりすごい。なんかこれで拭くの申し訳ないよね。確かに使えない、ね、使えない。結構中学生とかさ、修学旅行でさ、みんな買ってくる、ね、男の子はみんな木刀好きだから。とりあえずサザエ堂に行こう、うん、ね、はい、こっちかな。そう、なんのかな。かわいい。クオンだから。これサザエ堂。あ、すごいね。これがサザエ堂か。やっぱサザエの貝殻ってこと。はい、今からね、サザエ堂に入っていきます。行きましょうか。よく作ったね、これ。何のためにこれ作ったの。うん、足が、足元が怖い。あ、なんか下川がある。いろいろサザエ堂ってあるんだね。
埼玉と群馬にもあるみたいです。上皇様も来てるんだ。この人、一人だけね、生き残ったんだ。飯沼貞吉さん。猫さん、乗れてるね。猫さん、看板猫さん。看板猫。猫さん。マジで滝沢本人だ。旧滝沢本人だ。すごいね、なんか大内宿みたい。かやぶき屋根でね。あ、その向かい側がほら、ここも有名な渋川問屋さん。ここ泊まれるんだ。あ、泊まれるんだ。そう。まあ、割烹屋さんみたいな感じ。うんうん。うん。老舗だよね。うん。すごいよ、ほら。格子がすごい立派。うん。あれか、ゆうこさんの大好きな新選組ショップ記念館。新選組ショップ。新選組ショップ。ミニ二つですよ。ああ、ミニいいね。俺、暖房一本買おう。あ、そっか。じゃあ、ミニ。ちょっとちょうだい、シェアして。はい。なんだっけ？なんだっけ？アイズ。ソフト君。アイズピーナッツソフトクリーム。ソフトクリーム。美味しそう。いやめっちゃ美味しそう。暑いからね。暑いからね。そうそう。はい、溶けちゃうから。溶けちゃうから。いただきまーす。うまそう。美味しそう。なんか違うのかな？うん。ピーナッツ。あー。なんかソフトクリームも、ピーナッツの味？てか普通のバニラじゃない。マジで？美味しい。すげえな。あとね、ナッツのやっぱり、あの、なんだろう、歯応えっていうか。おめっちゃ美味しいよ。いいじゃん、いいじゃん。あ、うまっ。やばい、溶けてきた。美味しいね。うん。うん。ほんと、ソフトクリーム自体がピーナッツっぽい。そう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 。ね。うまい。熊野屋さんの名物団子。1本100円。ずんだって、なんだっけ？なんか仙台のイメージあったけどね。まあでも東北というか福島もね、うん、なんか有名だよね、ずんだって。いただきます。うん。めちゃめちゃずんだの味濃い。そうなんだ。ああ、なんかね。豆？豆。ま、うん、まあ枝豆っつっちゃあれだけど、なんかそんな感じ。うん。枝豆、甘い。うん。あ、でも美味しい。いろんな種類あったけど、なんか名物だから。残念。あー、それ欲しかったのにな。それやっぱりダメだね。売ってるかな、違う。残念。しかも今日だけだよ。嘘でしょ、臨時休業だって。今話題の赤べこ。これはやばいよね。だいぶ前からあるけどね。8年前ぐらいかな。うんうん。
ックバリュー。ここがね、斎藤はじめさんのお墓が、うん、ある。あ、そうなんだ。阿弥陀寺。でも結構さ、こういう著名人のお墓、どこにでもあるからさ、あ、そこが本当かわかんないけど。なるほど。まあでも、ね、斎藤はじめさんは福島に残ってたから。はいはいはい。だから、斎藤はじめ。結構名前されてるから。ああ、そうだね。新選組はね、みんなそうだよ。あ、これかな。ああ、すごい。あ、新選組。何番隊隊長だったっけ？ 3 番隊。3番隊か。斎藤はじめ。あれでしょ？ルロケンのガトツでしょ？あ、そうそう。すごいね、だから。うん。まあ、あのね、スパイとしてもね。活動してた。そうだね、そうだったね、なんか。伊藤貸太郎と。うん。五稜英治か。五稜英治。いや、本当だ。五稜英治に拝命し、新選組から分離した時、伊藤に同調して離脱。しかし局長の近藤勇の、ね、密命によるものと言われ、油工事で伊藤らが暗殺された後。だからその伊藤さんたちも、ほら近藤さんたちをさ、こうなんだろう、まあ、嫌になったじゃなくて、このなんか変わっちゃったのに考え方がね。派閥だよね。もう新選組ってみんな仲間割れだからね。そう本当にそうなんだよ、ね、みんな殺し合いだからそこで、いい景色すごいね、やばいな。いいですか、カッコ人焼きだ。あ、でもなんかあった。これ、え、なにこれ、なんかあれなの、これは。あ、そっかそっか、こぼうしをモチーフにしてるから。こぼうし、あの、起き上がりこぼし、あれは多分、ほら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 、起き上がりこぼしのコーン、かわいいね。そう、なんかさ、いろんなとこにあってかわいいなと思ったんだ。それまでグッズ化しようね。すげえわ。見て、ほら、新選組と逆個体。あ、かわいい。新選組と逆個体。へー、かわいい。上ってかわいいんだけど。いいえ、それもバックになっちゃってる。かわいい。ポツンとしてね。4つもいる。かわいいね。そっちはない。そっちの上って。うん、かわいいね。ポツン。やっぱポツンかい。ひっこりしてるだけ。なんてかわいい。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 うん。めちゃめちゃかわいい。これさ、あそこになったじゃん。あ、ほんとだ。あ、これはあるよ。かわいい。起き上がりかもしれない。あ、これも可愛いね、これ。めちゃくちゃ可愛いじゃん。うまいな、やり方。うまいよね、可愛い。やり方うまいよ。こちらにお名前と人数と、はい、あとどちらからいらっしゃったかも書いていただけたら分かります。はい、あ、そう、14時だから10分ぐらい。見学時間はだいたい30分程度となります。あ、そうですか。お時間大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、いや、すごかったね。ね、まさかのさ、見学するつもりはなかったんだけど、うん、あの、めちゃめちゃ歴史があって、この末広って結構よく見るよね。うん、まあ、お店で、うん、全然普通にお店で売ってるから、はい。で、はい。はい。話せよ。うん。で、とりあえず、何買ったんだっけ？梅酒。梅酒。はい。梅酒と、と、あ、ちょっとプチプチにね、包まれちゃってわかんないから。ああ。なんか、シュワリンっていう可愛い感じのお酒。いいね、うん、うん。いいね。サイダーみたいな。はい。末広さん、ありがとうございます。来ました。分厚いね。でさ、
すごいソースも絡んでるね。ね、うん、めちゃくちゃテッカテカしてるこれ。うん、そう。なんかたまたまこれ駅の会津若松駅の中なんだけど、めちゃめちゃ高評価だったの。ね、会津若松って言ったらやっぱりソースカツ丼が超有名。そうだね、カツの下にキャベツが引いてあるのがソースカツ。そうそうそう、それが会津のね、キャベツが、ね、そうそうそうあるんだよね。はい、美味しそう。お肉柔らかい。柔らかい。でね、やっぱなんといってもね、このソースがね、めちゃくちゃ味濃いんだけど、美味しい。おお、いいね。絡んで。なるほど、うん、俺はね、ソースカツ、ミニソースカツ丼の割にさ、カツ丼でっかくね、うん、やばいよね、超分厚いんだけど。なんかこれで1個か。あ、これで1個だけど、これおまけ。おまけだよね。なんかおまけ、確かになんかこれで1個なのに、なんかおまけで。あざーす。すごいいいね、サービスが。はい、これミニですからね。丼には確かにミニなんですけど、なんかカツはめちゃくちゃでき、うん、まあ、超柔らか。え、肉厚だよ。うん、はい、いただきます。すごいね。すごい、透き通ってる、うん、透明感。透明感ある。うん、うまい、うまいしか言えない、うん、まあ、あっさり系だね、やっぱ。でもなんか北方ラーメンじゃないんだよね、会津なんだっけ、会津山塩ラーメンか、ね、会津だとこれが有名な。美味しい。あ、チャーシューもじゃあいただきます。うん、とろける、めっちゃうまい。ですよ。これは会津来たら絶対みんな食べた方がいいよね、ソースカツ丼。いや、なんか今回は肉眼で見る方がすごくいい色。